1号艇峰竜太選手です。こんにちは。こんにちは。最初に大きな整備をしました、はい、いつもはやらないと言いました、はい、どういう決断だったんでしょうか。まあ、前傾にプロペラ叩いてプロペラがすごいいい反応したんで、まあ、これでいけそうだなと思ったんですけど、もうやるって決めてきてたんでやりました。リスクは承知でやったというふうに言ってましたね。そうです。まあ、でも戻しても、いいっていうのが分かってたんで気軽に行けました。やって船橋は現在昨日まででどんな感じで推移してますか。もうそうですね、かなり強い足になってくれたんで、すごい当たったなと思います。もう少し分析すると、出足、行き足、伸び、このバランスはどうなんでしょう。いや、もう全部、ここが負けてるとかここが不安だっていうのがないのがすごいいいですね。コンディション、今日のこの様子を考えても不安なく調整して臨めるという優勝戦になりますか。そうですね、プロペラなんかは日増しに、いい感じに叩けて、いいとこからさらに上積みできたんで、もう昨日の準優ぐらいからは、これでいきたいなって思いました。今節のスタート感どうでしょう。スタート、やっぱりね、優勝するにあたってフライングだけはしてはいけないなと思ってたんで、なるべく自分でセーブかけながら行ってたんで、あんまり早いのは行ってないんですけど、早い人には付き合うつもりでいます。このガマゴールには何度か忘れ物を置いて帰ったという気持ちはあるんですか。そうですね、何の SG かは忘れたんですけど、元氏が優勝したやつが、はいはいはい、負けちゃったんで、その時の借りがあるなと思います。ファンの皆様が本当にたくさんの声援を送ってくれております。ファンの皆様に一言お願いします。本当にたくさん応援してもらえてて、また戻ってこれたんで、恩返しのつもりで、優勝できたらいいなと思います。ぜひ応援いただきたいと思います。1号艇峰竜太選手です。ありがとうございます。2号艇は山口剛選手です。こんにちは。こんにちは。強ポーンっていう声が飛んでますが、ありがたいです、はい、水面でも聞こえてます。強ポン聞こえてますか。聞こえてます。モーターは強いですか。モーターは強いです。どういうところが良さですか。まあ、出足、行き足が良くて、まあ、よく僕マリオカートに例えてインスタグラムとか載せるんですけど、バリバリキノピオ仕様になってます。そうですか、はい。予選道中にちょっと伸びを意識したこともありましたけれども。そうですね、その時ちょっとの、峰君と一緒の時にちょっと峰君とは伸びが劣勢だったので、ちょっとキノピオをマリオぐらいに持っていかないとまずいなと思って、はい、だんだん伸びのいいキノピオに少しずつ変貌していってます、はい。そうですか。その時に、出足系、回り足系は落ちていないわけですね。そこが、悪くなってないまま伸び上積みできてます。昨日はスタートタイミング一定心でした。今節のスタートの決まり具合はどうでしょうか。いや、正直風がすごく難しくて、スタートはいつもよりはいけてないんですけど、まあ、12レースは多分風が落ち着くと信じていけるだけいきたいと思ってます。ファンの皆様に一言お願いします。はい、最近よく優勝させてもらってますけど、何かが起きてるんで、はい、今節も何かが起きると信じて最後真剣勝負しますので、応援の方よろしくお願いします。2号艇山口剛選手です。ありがとうございます。3号艇は桐生純平選手です。こんにちは。お願いします。桐生選手にもたくさんの声が水面に飛んでますけども、はい、ありがとうございます。聞こえてますよね。はい、もちろん聞こえてます、はい。モーターの雰囲気っていうのは今節どうなんでしょうか。そうですね、まあ、最初より徐々に良くなってきて、まあ、剛さんがピノキオだったら僕はクッパが好きなんでちょっとクッパ系のグリップがもうちょっと欲しいですね、はい。ちょっとすいません、私よくわからないので、もうちょっと詳しく。あ、じゃあドンキーコングみたいな、グリップって言えばいいんですか。もっとわからなくなっちゃったんで、もうちょっと詳しく。ちょっとキノピオは速いんで、はい、速さよりもトルク感、あ、ただ初速が遅いんで、まあ、しっかりコーナーかかってくれるようにしたいなと思います、はい。初速が遅いってことはレバーをあまり放りすぎちゃわないで、やっぱり回転保ったままターンしていきたい。そうですね、あんまり落としたら、回転上がってこないので、その辺はプロペラでうまく合わせれたらいいなと思います、調整はもうそこに絞っていく今日の優勝戦。
そうですね、はい、うん、はい、コースはどう考えてますか。3コース近辺から行きたいと思ってます。いつも通りです。コース説のスタート感は、はい、そうですね、ちょっと風が難しいんですけども、一定してくれたらある程度行けると思ってます。はい、ファンの皆様に一言お願いします。はい、しっかり走ります。ご声のよろしくお願いします。3号艇桐生純平選手です。4号艇は吉田雄平選手です。お願いします。こんにちは。お願いします。すごい声が飛んでます。いや、嬉しいです。ありがとうございます。これ報道陣にも答えてくれて、この声援が身に染み込んでるって確か言ってました。そうですね、もうやっぱりスタンドからの声がすごくて、うん、初出場なんで、すごくなんか新鮮です。でも日頃のあなたの姿を見ていると、あまり気負いなくこのガマゴールに来たんじゃないかと推測しますけども、どうですか。そうですね、初日の選手宣誓とか、うん、1号艇の時がすごくピークで緊張してたので、はい、それ以降はいい緊張感でやれてると思います。船足はどうでしょう。船足もここ最近なくターンの出口で進んでるなという感じがします。そのターンの出口、その手前の足とか、それ以降の雰囲気というのはどうなんですか。しっかり伸びをつけようと思って回転を抑えていくと、ちょっと伸びたりしてくれるので、その辺も上の人にはちょっと及ばないんですけど、僕のも悪くないなっていう動きをしてると思います。過去の戦歴見るとセンター戦は大得意で成績を残しています。コースはどう考えてますか。4コースになると思います。4コースから今節のスタート感は、あんまり自信持っていけてるレースが少ないですね。それでもしっかりといい質のいいスタートを切りたい。そうですね、優勝戦なんで10ぐらいを目指してしっかりいきたいと思います。ファンの皆様に一言お願いします。はい、地元で優勝できたので、最後結果求めてレースしたいと思います。応援してください。4号艇地元吉田雄平選手です。5号艇は茅原優希選手です。こんにちは。はい、お願いします。たくさんの声援ありがとうございます。いろんな声援やタオルとかやっぱり目に入りますか。そうですね、はい、ね、はい、さあそして、戦いの相棒のモーターですけども、いかがでしょう。いいと思います。どういうところがこの良さとして感じ、バランスよく、はい、仕上がってると思います。はい、レースを楽しくできるっていうか、自分の思い通りにできるような操るファンフラッシュっていうのは、いや、それはちょっと分かんないですけど、はい、良さはある。いいと思います。はい、これは出足や行き足の伸び全体いいですか。そうですね、はい、特に特徴でバランス面は気にならないわけですね。そうですね、はい、さあ、コースをどのように考えていきますか。バナナレー次第だと思うんですけど、はい、いつも通り5コースが、そうなると思います基本。はい、はい、さあ、スタートなんですけども、今節は0台もありますけども、見え方などはどうでしょう。なかなかいい感じの見え方で、はい、いけてます。はい、そうですか。はい、さあそれではファンの皆様に一言お願いします。はい、優勝目指して頑張ります。お願いします。5号艇茅原優希選手です。そして6号艇は馬場芳也選手です。こんにちは。こんにちは。お願いします。現在賞金ランキング第1位です。はい、さあ、モーターいろいろと取り組んできまして、部品交換もありましたが、感じていた課題というのは何だったんでしょうか最初。全体的にちょっと足弱めというか、ストレートの雰囲気とかあんま良くなかったんで、そこを求めてるんですけど、なかなか差が縮まらないので、しんどいなと思います。はい、差が縮まらないという時には誰かいい人がそこにいると思いますけども、はい、この5人の中にはいるんですか。正直このメンバーの中では僕がストレート一番弱いなと思ってるので、はい、もっと底上げしないとっていうところですね。はい、そこの底上げ、はい、それからターン周りはどうなんでしょうか。なんとか今節はそこの、よくはないんですけど、それなりなのでそこで戦ってる感じです。コースはどのように考えてますか今現在。離れで、ね、飛び出ることはない限りは、6コースです。はい、はい、これもいつも通りのレースだろうと思います。はい、スタート間、今節は08というのもありましたけども、はい、一定心よりちょっと後ろぐらいの数字が多いんですが、はい、見え方はどうでしょう。なんか自分の思ってるよりも届いてないので、やっぱりストレートの部分が関係してるのかなと思います。今日は、これで調整取り組んで、はい、スタート展示や周回展示のそのタイムは
参考になりますか。どうですかね、ちょっとわからないです、はい、でも精一杯取り組んでみるわけですね、はいはい、またさまざまな、ね、データ注目をいただきたいと思います、はい、ファンの皆様に一言お願いします、まあ、今節は着順が示すように粘り強い走りが売りなので、まあ優勝戦も、その持ち味を発揮してなんとか3頭ぐらいに絡みたいです。頑張ります。はい、皆さんもちろん優勝であります。ありがとうございます。